通報寺は、大阪府羽び野の市に存在していた、寺院市、川内源氏の菩提寺であった。三門羽び野の市坪井は、川内源氏発祥の地として知られているが、この坪井通報寺は、長久四年に、川内国主であった、源頼信の小源頼地が、寮の際に焼けた騒動を見つけ、その後から等身大の千樹観音の霊像を得て、 これを本尊とする道を、つぼ郷に混流し、つぼ道と称し、新たに、金色の阿弥陀如来像をも合わせて、本尊とする通宝寺を混流した。前九年の役の時、より近が、この八万太郎義家と共に、欧州へ出陣。外旋の後、高慮法の地と呼ばれた道地に、八幡宮を祀ったが、これが西北に隣接する、つぼ八万宮の起こりとなった。よりは、 浄土宗に帰依し、阿弥陀如来を本尊としたことから川内源氏の菩提寺となり源氏の流星と共に栄えた。南北朝時代には、戦火により消失。江戸時代になって、源氏の子孫、忠義直が五大将軍綱吉に願い出て、柳沢義康らが、不信奉行となり再興する。この通報寺氏の旧境内には、源頼地の墓があるが、石の墓標や策は、 明治末年に作られたもので、石道籠は、元六年間に、柳沢義安らから寄進されたものである。東南方、約200メートルの丘陵地には父、来信と子、義家の墓もある。1868年に、廃物希釈により、廃寺とされ、現在のような山門、首郎などを残すのみの姿となる。1957年に、 川内源氏の形成発展する様相を示すものとして、三代の墓を含め、文化財保護法に基づき、通報辞席として、史跡と指定された。大阪の史跡を訪ねて二中世編、坪井八幡と源氏三代の墓、大阪の史跡を訪ねて二中世編、坪井八幡と源氏三代の墓に、指定文化財等データベース。ありがとうございます。